これいいね、面白い曲。なんか歌詞が大げさだけど、今までのスターレスとはだいぶ違う。アキラは歌えそう？え？大丈夫っしょ。吉野はしんどそうだね。うん、僕は自信ないな。歌えるかな。確かに吉野っぽくないけど、やればできんじゃん。わかんないけど、スターレスのシンガーは俺たちだけなんだから、どっちかが歌うわけだしさ。そりゃそうだけど、でもリンドンみたいに歌えるパフォーマーもいるし。まあね、でも俺は絶対パフォーマーに歌わせたくないな。そういやこの仮歌すっげえな。 K だよね。うん、 K の歌がすごすぎて。むしろ本番クオリティ、これ歌いながら踊りきるんでしょ、半端ねえな。僕には無理です。ま、吉野はチーム B の曲すっげえ似合うさ。これは多分うちの曲になるんじゃねえの。チーム W の方が合ってる。なあモクラン、そう思わねえ？お前こういう曲割と好きだよな。今歌ってやろうか。おぷんな。ちょモクラン、だからその蹴りやばいって。背後から近づくなといつも言っている。そりゃそうだけどさ。ちょっとクーもなんか言ってやってよ。ごめん、今急ぎのメッセで手が離せない。相手男女？男の子だけど。やっぱクーってそっち系？人の恋愛思考に首を突っ込むのはおすすめしないよ。君みたいなやんちゃな男の子が好きなゲイを紹介しようか。賛成した。俺は女の子がいいな。紹介してよ。君の出現が減ったらね。クーはまた面倒に巻き込まれてるのか？そういうわけじゃないけど、家出するって言うから。させちゃえば？どうでもいいのはわかるが、もう少し隠したらどう？そいつはクズだからしょうがない。アキラは元気だな。大丈夫か吉野？ほら水。あ、銀瀬ありがとう。なあ吉野、気にならないこの曲？え、何が？かっこいいけどすっごく難しいよ。そうじゃなくてさ、これローエングリンだよな、ワグナーのオペラ。あ、そうなんだ。銀瀬よくわかったね。アキトさんが選びそうな題材だなって思ったから。それに俺この曲知ってるはずなんだよな。そう？ごめん、僕全然わかんなかった。絶対どっかで聞いたことがあるはずなんだよね。誰かに聞かせてもらったような気がする。もらった CD かな。いや違うような。そういえば銀星って時々お客様から CD もらうよね。どうして？前に通ってくれたお客様に欲しいもの聞かれてさ、特になかったから好きな曲が知りたいって言ったことがあって。へえ、ロマンティック。でもラブソングが多くてさ。銀星はかっこいいから歌ってもらいたいのかも。あ、俺の顔？どうかな。そうかもね。ホストのラッソンみたいな。ラスソン？なんでもない。歌ならお前が歌った方がいいに決まってるじゃん。うちのシンガーなんだしさ。お客さんにラブソングなんて僕歌えないよ。絶対緊張しちゃう。よしな、ちょっとちょっと。え、あ、何？ごめん、ちょっと行ってくる。お水ありがとう。どういたしまして。顔なんてただの面の皮じゃん。そんなことよりさっきの曲だって絶対どこかで聞いたはずなんだ。でもその時はもっとラフスケッチみたいな。銀瀬。K、あの曲あんたが持ってきたんだよな。ああ、スターレスにも新しい演目が必要だ。だよね。
それ聞いた時最初は嫌だったんだけど、この演目はなんていうかすごくスターレスっぽい。前の演出家が作りそうな明人さんらしい題材。前にこの曲のスケッチ聞いたのは。そこまでにしておくがいい。え？ああ、木蓮が待ちくたびれている。試しに一度振りを入れてやるとしよう。あのさ、あんたは黒曜たちにスターレスを救いに来たって言ったんだよな。そうだ。だからこそ今ここにいる。言っとくけど、振りを入れたら俺は絶対わかるから。伊達に何年も明人さんと小春様を追っかけてきたんじゃないんだからな。演出家たちを信奉するとは興味深いな。もし気づくとしたら貴様だろうとは言われていた。貴様の本気を見てやろう。ごくよ。はい、いつものやつ。サンキュー、かすみ。相変わらずタイミングいいな。下っ端歴長いっすからね。このくらいは。うわっ、うわっ、うぜ。運営くん、大丈夫っすか？あ、自分手伝いますよ。ああ、かすみさん、ありがとうございます。すみません、ご迷惑おかけしちゃって。いえいえ、運営くんの頑張りのおかげでだいぶ片付いてますし。よかったです、お役に立てていて。超お役立ちっすよ。あ、自分一緒に拾うっすね。はい。スターレスが引っ越しか。気に食わないか？来てたのか。毎日飽きねえな、てめえも。うちの連中にレッスンつけてるって聞いたぜ。この店を立て直すと言ったはずだ。貴様も参加するがいい。そのうちな。警戒心は本能だ。否定はすまい。あ、黒曜さん、すみません、ペンが転がっちゃって。今取りに行きますから。うせんだよ。うわ、どいつもこいつもゆっくりタバコも吸えやしね。すみません。おいおい、うちの社員を脅すのやめてくんないかな。そりゃまあそいつ圧かけやすいけどよ。社長っていうかてめえ、運営って呼ばれてんだってな。はい。お前にぴったりじゃねえか。俺もそう呼ぶわ。この店じゃ誰も本名で呼ばねえらしいし。あんたマジでホストクラブしようじゃねえの？そんな。とうとうオフィシャルになったっすね、運営くん。あんまりだ。まあまあ、片付けしてれば気も晴れるっすよ。それで貴様は何の用だ？なに、人中見舞いってやつよ。一人キャストをな、連れてきてやったぜ。ほれ、お前も挨拶しとけ。ここを取り仕切ってるケイス様と、一番古株の黒曜さんだぜ。どうも、黒曜だっけ？あんたのステージ見たことあるよ。武骨でかっこいいよね。女にモテなさそうだけど。それにしてもこの店、前来た時とあんま変わってないね。半年くらい前も結構ボロボロだったよね。おっさん、なんだこのひょろいの、てめえのペットか？俺こういうおっさんに興味ない。女の子のペットならなってもいいけど。おいおい、さすがに俺だって選ぶ権利ぐらいあるっての。目付けには分不相であろう。いやいや、そういうんじゃないって。やっぱイケメンは多い方がいいから用意してやったんだよ。うちの系列店で働いてた元ホストなんだけどさ、パフォーマンスできるって言うし。お断りだぜ、うちのカラーじゃねえだろう。何より長谷山、てめえが連れてきたってのが気に食わねえ。
おいおい、俺はオーナー様だぞ。店を存続させてやろうってのに随分な言い草じゃねえか。知るか。全言撤回してもいいんだぜ。この店なんて潰してやってもさ。つまりそれを使うのは追加条件というわけか。そういうこと。どうよ。俺は構わぬ。貴様、ここでは何と名乗る。名前？なんだっけか。知らねえよ。何でもいいんじゃねえの。鉱物か植物由来の名をつけるのがスターレスの流儀だ。では貴様のことはリコと呼ぶこととする。リコリスでは長すぎるだろうから。リコね。リコ、リコ。まあいいんじゃない。それじゃよろしく。チーム W にそいつの席はねえ。てめえで面倒見ろ。よかろう。そろそろキャストを整理せねばならんと思っていた。チームを一つ作る。これよりスターレスは3チーム制となる。はあ？チームのアルファベットは決まっている。俺の率いるチームはシンプルにチーム K とする。K。 早かったな銀星。新しいチームを作るって聞いた。デュアリング・ザ・デマイスはそこでやるのか。そうだ。頼む、俺をそのチームに入れてくれ。絶対やりたいに決まってるじゃん。だってそれには条件がある。何でも聞く。新作を作ったのは一体誰なのか口にしてはならない。なんで。理由を問うのも禁止だ。それが二人を守る。俺の言葉に従えるか。わかった。あんたが、あなたがそう言うなら俺は絶対に従う。なんだ銀星、もう来てたのか。先に聞いてたのか。何のことだよ。チーム K の新メンバー、さっき運営が知らせに来た。俺とギーと吉野、あとお前。俺も。何言ってる。知ってて先に来たんじゃなかったのか。K、貴様の忠誠に期待している。はい。しかしよくギーを動かせたな。今まで誰がどんなに言ってもキャストにならなかったのに。 K はマスター代理だから、マスターが戻ってくるまで K の命令に従う。ソテツ、吉野、貴様たちも異論はないな。別に俺はどのチームでも構わんさ。なんだ吉野、どうかしたか。うん、そのどうして僕なのかなって。ごめん、新内登場。前の店のお客さんに泣きつかれちゃってさ。誰だお前、見ない顔だな。リコだよ、今日からこのチームのトップ。え、トップは K じゃないんですか。お前見たことあるな。前に店に来たことあるホストだろ。一回しか来たことないのに覚えてんの？すげえなあんた。俺なら男の顔は全然覚えないけど。ホストやめてパフォーマー？ホストの方が儲かるだろう。俺くらいになると単なるホストじゃ物足りないっていうかさ、店に収まってる器じゃないっていうか。すごいですね。へえ、あんたみたいなちびっちゃいのもいたんだ。全然気づかなかった。あ、すみません急に。僕は吉野です、よろしくお願いします。へえ、こういうタイプホストクラブじゃ見ないから結構新鮮っていうか意外。はい、僕も不思議で。なんで僕なんだろうっていうか、僕は歌いこなさなかったのに。構わん、あの曲は俺がやる。それじゃあ吉野はシンガーから外してパフォーマーに変更ってことか。え？いや、チーム K のシンガーはあくまで吉野とする。貴様はこのチームで歌えるようになっておけ。はい、そのよろしくお願いします。よくわかんないけどさ、シンガーってこの吉野ちゃんなんじゃないの？ K、 あんたが歌うならそれ俺でもよくない？結構俺の歌女の子に評判いいんだぜ。それはレッスンで実力を測ってからとしよう。そんなの不利じゃん。
こいつらみんなこの店のナンバー知ってんだろ。安心しろ、このチーム K の演目は全て新作だ。これまでの W や P のものは使わない。貴様も他の4人も条件は同じということだ。へえ、なんだ、ちょっとはフェアなとこあるじゃん。トップが誰だか教えてやろうじゃないの。嘘だろ、まだやんの。あの、リコ、大丈夫？少し水飲む？おいおい、そんなんで大丈夫か？お前以外の全員全然動けるぞ。パフォーマンスを甘く見すぎなんだよ。さっきなんて言ったっけ？トップが誰だか教えてやろうじゃないの？うるさいよ！リコ、これ水。飲んだ方がいい。大丈夫、水は逃げない。サイラ、分かってるよそんなこと。そう、ならいい。ほんと余裕じゃん。あと K がすごい、あれだけ動いても全然崩れない。ほんとに僕らの誰より動いて歌ってるのに。 K、 まだやるか？いや十分だ、全員の癖も分かった。リコ、貴様は基礎レッスンだ。それ以外のものは振りを入れる。基礎レッスン？このくらい動いても息が切れぬ程度にしておけ。話はそれからだ。むかつく！あらかじめ言っておく。このチーム K がスターレスを牽引する。貴様たちにはその自覚を持ってもらう。もちろんです。K が言うなら。どうしよう。できるかな。また黒曜が荒れそうなことを言うもんだ。面白そうだけどな。ステージを楽しみ、客を楽しませろ。それがスターレスだ。